皆さん、こんにちは。吉田隆之です。さあ、皆さんね、中学受験有名中学に合格するには、まあ、どうしたらいいのか。有名中学には、ガリ弁が受かる。ね。えー、もっと具体的に言うと、まあ、解き方のパターン。難問の解き方のパターンを、一つ一つ暗記していったら、まあ、合格できるんだと思っている方が、まあ、大変多いんですけど、ぜひそういう常識変えてください。間違ってます。例えばね、えー、麻布中学。 名門中学ですよね、えー。こんな問題出ました。99年後に誕生する予定の猫型ロボット、ドラえもん。えー、ドラえもんが、えー、生物として認められることはありません。それはなぜですか理由を書きなさい。これね、えー、ロボットは、まあ、生物として認められない。というふうな問題にしたら、それで済む。でも、わざわざ、アザブ中学は、ドラえもんというね、まあ、固有名詞を出してきてるわけですね。 なぜ、えー、わざわざドラえもんを出してきたのか。それはね、麻布中学からのね、まあ、あ受験生、あるいはね、もっと言うと、受験生の親御さんに対するね、一つの警告なんですね。麻布中学としては、まあ、難しい数学のね、問題を解けるような、頭のいい子に入ってきてもらいたい。だけど、 その、ね、問題を解けるようになるのに子供だったら誰でも身近なねドラえもんっていう、えー、そういったものがすごく遠遠く感じるようなねそんな不自然な、えー、育て方をしないでくださいというね、えー、これはね麻布中学からのね警告だというふうに考えてもらいたいんですね。えー、この傾向っていうののはは、ね、だけではありません私の母校の、ね、名考中学もそうあるいは正中学もそう えね、女子中学だったら大院でもそう、えー、女子学院でもそう、えー、これねぜひ皆さんね入学試験の問題をぜひねしっかりと見ていただきたいんですね。今の中学入試は全く違います、えー、今のねお父さんお母さんがまだ小学生だった頃っていうのは残念ながら多くの中学入試が、まあ、あいわゆるこうガリ勉。 解き方のパターンを丸覚えもっとひどい入試問題だったら例えばね大根の生産額トップ3ので、ね、都道府県答えなさいとかねそんな問題をまた出していた中学もありましただけどね今少なくとも名門中学学でそんな問題出してる学校は1個も,ありませんもちろん受験の現実というのは知識も必要です。 えー、また解き方、例えば数学、あるいは算数でも解き方のパターンを知っている人と知らない人では大きな差がつきます。でもこの部分というのはね、有名中学、有名高校はしっかりね、えー、入学した後で教育できるんですね。有名中学、有名高校でもできないこと、それは何かというとまあ、地頭の良さ。 えー、自分でしっかりと考える能力がなければ解き方のパターンをいくら覚えても、えー、解けないような問題を大学は出してくれ、えー、で、えー、それと同じことを、まあ、あの中学入試ででもやってるんですね一番あの有名中学にとって欲しいね物事を柔軟に考える高度な、まあ、想像力であったり。 複雑なものを自分なりに上手に分析をして、まあ、解き方をこう考えそして、ねえー、答えまで至っていくという、ね、その能力が中学1年の時点でもうかなり、ねえー、思考が固まってしまっているんでこの部分はもう有名中学有名高校もどうしようもないだからこそ、ね、もっと幼い段階から、まあ、家庭でしっかり教育してくださいと。 でその部分が出来上がった、まあ、大変ね、うん、将来性のある将来性があるっていうのはどういうことかというと、まあ、解き方のパターンを後から教えたらグーッとこう、ねえー、成績が伸びていくそういう子どもに入ってきてもらいたいというね、まあ、強いまああの願望、まあ、意思を持ってるわけですね。でそれがね中学受験の入試問題にね見事にまあ反映されているわけですね。 じゃあ、そういうね、えー、有名中学に合格させるには、まあ、どうしたらいいのかということですけど、まあ、私が提唱しているのはね、できるだけ早い段階。えー、できれば、小学校4年生の段階から、有名中学の入試問題。これをね、解くというよりも、体験するということをね、子供にやらせていただきたいんですね。 そうやって、えー、小学校5年生までの段階で地頭を良くしておいて、6年生になったら良くなった地頭に、えー、解き方のパターンをまあ、詰め込んでいくということを最後の仕上げとして行うということ。これがね、えー、有名中学に合格させる鉄則なんですね。この順番が大事。この逆やっちゃうともうどうしようもない。えー、解き方のパターンを詰め込む頭に詰め込むと、どん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 ね、えー、地頭は残念ながら悪くなります。 それまでにしっかりと地頭を良くしておくということがまあ、必要なんですねまあ、今日申し上げたことを、えー、詳しくはねこちらの本に、えー、書いております、えー、有名中学に合格した子の親がやっていることぜひ、えー、この本を参考にして、えー、お子さんの教育をね改めて考え直していただきたいと思います吉田隆吉でした